今シーズンの8勝利をゲットしておりますあとは最高峰に6番の宮内愛が続いてレースは残り2周赤番の方も通過です対列は変化なくジャンマイの攻防1コーナー待っていきます2番の中西が先頭1番の門脇が2番手高木牧紀美3番手に直後に東口順あとは3番の飯田5番の坂口以前最高峰6番の宮内まだ後方動きがないまままもなくバックは打掌が入ります さあ誘導が外れて一旦2番車中西が先頭後続どうでしょうか高木真由美の仕掛けまだ3番手先に仕掛けたのは坂口風花坂口が先に動いていきます4コーナーから直線どうやら前まで出ていくか合わせる高木真由美両者踏み合って最終周回しかし飛び出したのは5番の坂口風花坂口が今日は逃げる展開飛びついた高木が内から差し返してどうやら先頭を奪いますさあ先頭4番の高木再度追い上げた5番の坂口が2番手か内から7番の東口が押せ2番手はもつれて最終バック後ろから1番の門脇真由美が一発マクロという展開 ようやく4番手に上がっていきました先頭、高木真希美2番手はどうか内から東口順2番手をさばいたあとは混戦から1番の門脇が3番手から前に接近直線先頭4番の高木真希美高木が先頭を振り切ってゴールインです2着7番の東口3着1番の門脇が突っ込みました。